休憩しますね。面白い感じになってきたな、なんか楽しい感じになってきたな、急に。わー、飾り付けされてる。わーい、飾り付けさせてる。国旗ではないよね、なんか飾り付けされてるな。わー、なんか出てる、ポップコーン屋さんだ。わーい、ポップコーン買えるかな。これ楽しめるのかな、学祭。俺は楽しめるのかな、俺たちも。どうかな。わーい、なんか楽しい感じになってきたな。一旦じゃあ休憩しますね。ありがとうございました。ありがとうね。さあ、やっていきましょう。空の奇跡 FC 学園生活編ですね。やっていきましょう。さあ、学祭が近づいてきたので、みんななんか出店とか出してる感じの時ですね。あ、先輩、いよいよ明日ですね。でも先輩の青騎士姿は明日で見納めなんですよね。そう思うと結構残念です。そう、ありがとう、リチェル。それにしても先輩もエステルさんも素敵ですよね。ほう、ほう。なるほどね。これ何、アイスクリーム屋さんやるの？出店としてはアイスクリーム屋さんをやるのかな。なるほどね。ポップコーンだよね。うん、器具も材料もバッチリ。料理も散々練習したし大丈夫よね。料理、調理、調理か。うん、ポップコーンって調理とかすることあんのかな。まあ、ないとは言わんけど、なんか機械に入れてポン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 ってやってるやつに、なんかまぶすだけじゃないの。よっしゃ、準備万端。あとは明日を待つだけだぜ。なるほどね。さあ、まずは男子寮から攻め、女子寮でした。しまったな。体がつい勝手に女子寮に入ってしまった。あ、クローゼさんにエステルさん。ね、もう完全知り合いになってるね。明日の演劇、頑張りましょうね。なるほどね。私も歴史が好きだから、劇の背景設定にも気に入ってるの。なるほどね。そこら辺の設定とかセリフとかいろいろ考えてくれたのかな。パープルちゃんは。グリーンだけど。考えてくれた感じかな。あ、これ先生の部屋なんだ。おー、ウィオラ先生。あら、ひょっとして、みんな、まだ練習してたの？そろそろ部屋で休んで、明日に備えた方がいいわよ。そうだね。ひょっとしてみんなまだ学園の方に残ってるのかしら。そういえば寮にまだ帰ってきていない生徒もちらほらいるわね。うん、なるほどね。はあ、まさに激動の一週間でしたわ。この組み合わせか、レイナとフラステさん。劇の練習に美術部の出展の準備、それにクラス展示の手伝い、すべてこなしましたね。いや、お見事、さすがです。って、すべてあなたにやらされたようなものではなくて、せめて劇くらいは断ろうと思っていましたのに。その代わりには真っ先に、その割には真っ先に司教役を買って出ていましたね。当たり前ですわ。この私に一平民を演じろとでも。やるからにはとことんやりますわ。あいにく主役は譲りましたけど。いやいや、ご立派です。レイナにはどうも茨の道を歩まされている気がしますわ。いいな、この組み合わせ好きだな。結構やっぱ組み合わせが面白い子たちいるね。ハリーとミーナだったりね。うん、私はフラッセの成長を見守るのが趣味なのです。趣味か、趣味なんですか。そうですか。そういうキャラいるけどね、なんかアニメとか漫画とかで、ね。主人公の活躍を見守るキャラみたいなのもいるけどね。うちの香りを振りまいていくぞ。この灰のベッドに。振りまいていくぞ。ベッドの下覗いた方がいいか？覗いとくか？もうすぐ夜が来るね。知ってるかい？ここから北へ行ったところに学園の旧校舎があるんだ。あ、そっか。劇やるにしてもそこを絡んできてないね、今のところ。旧校舎は昔の城塞を改築したもので、戦場になったこともあるそうだ。幽霊出そう！いかにも出そうだと思わないかい？あれが。あ、エステルちゃん苦手だったね、そういや。ゾーン。そっか、エステルちゃん苦手だったね、幽霊。さっき、ある生徒が、大道具の材料を探すと言って、旧校舎の鍵を借りに来たんだが、もうだいぶ経つのにまだ戻ってきてないようだな。部屋に帰ってきたい、ああ、寮生も多い。
門限の前に見回りに出てみるか。なるほどね。なんかありそうですね。幽霊イベントありそうだもんな。さて、そろそろお休みになる時間ですわよ。は？いかん。つい劇のセリフが癖になるほど、そういうことか。そういうことか。なるほどね。入り込んでんな。卒業生も来るって言ったよね。それちょっと気になるな。誰が、あ、なんか看板立ってる。人文化コース、模擬店、喫茶、本棚。おー、喫茶店やるんだね。なるほどね。あ、いらっしゃいませ。喫茶本棚へようこそ。なるほどな。凝ってんな。ここら辺はなんて書いてある？変えるこれ。十分に時間があると思って油断したな。でもまだ間に合うはず。頑張って可愛い店にしたいな。そっか。これ着替える部屋？着替えるところ？冷蔵庫か？冷蔵庫なのかな？うわ、あ！なんてこったい！このままじゃ準備が間に合わん！っていうか、このままだと徹夜コース？ガーン！服作るのに時間かけすぎた！あ、なるほどね。そっかそっか。カノンはそうだね。服作る人だもんね。そっか。だいぶ準備できてるように見えるけどね。やっぱまだなんか足らないんだろうね。そっか。この先、学園長室、職員室。学外の方の立ち入りはご遠慮ください。なるほどね。学内です。大丈夫です。あなたたちは見てる方向違うよ。ロレントからいらっしゃったそうですね。いや、クローセちゃんここから、ここってどこだか知らんけど。実は私も、あ、そうなの？ロレント出身なんですよ。誰の親族だ？そういえば父と母が学園祭を見に来たかって言いました。おっと？ロレットから来るのか？知り合いが。あ、してないのか。招待すればよかったですね。招待してよ。そうそう。稽古を見させていただきました。すごい熱気でしたね。当日は私も楽しみにしていますよ。ロレントから来る人とかもいんのかな？ちょっと来てほしい。飛行船直ってるしな。来てほしいな。ルックとパッと来るかな？ま、明日は、生徒たちの成果をじっくりと見せてもらいましょう。いくら私でも当日まで口うるさいことを言う気はないわ。なるほどね。じゃあボースからとかロレントから来る人いんのかな。うわ、楽しみだなそれ。うわぁ、誰なんだろう、誰が来るんだろうな。メルダースさん来ないだろうな絶対。メルダースさん、あれなんか教室が全然違うものになってる。びっくりした今。違うものになってる。これ何の部屋、何の社会科コース、展示発表、ルワン地方の歴史と経済。経済もか。ウォースの人は喜びそうだな。あ、クローゼさん。クラスの方は大体準備終わりましたよ。ロジックはまだ納得いかないみたいで、資料室に行ってますけど。なるほどね。大体は終わったってことね、ここは。そっか、地球儀あったな、そういうことか。この教室だけ地球儀あったもんね。動力機産業の動向についてまとめられている。ほう。あ、これ。見れるの実際に。毎年の観光客数の変動がグラフで表されている。示されている。これね。人口の移動についてまとめられている。なるほどね。主な産業の輸出先についてまとめられている。椅子はここにあるんだね。ふ、ロジックさんは完璧主義者ですよね。私などはこれでも十分だと思ってしまうのですか。まあ、完璧主義者の人もいるよね。疲れちゃうから大変だけどね。ほどほどにしないと。自然科コース、展示発表、結晶回路とクォーツと動力技術。おー、なにこれ扉？どういうこと？なんか全然準備進んでなくね？大丈夫か？これ間に合うのか？この二人は幼馴染なんですよ。どっちもルアンに住んでいるんです。はは。いつも仲が良くて羨ましいですね。お前どういう立ち位置なんだよ。お前はどういう立ち位置なんだよ。なんか親みたいになってるけど。なあニキータ、もうこんなんでいいだろう。仕上げは明日の朝みんなが出てきた時に手伝ってもらおうぜ。何、君はいつもいつも甘えたことを言ってるかな。他のみんなだってまだ残って作業してるよ。大体朝だって忙しいだろうし、手伝ってもらえるかわからないよ。まあそうなんだけどな。腹減ったよ腹。ああ腹減ったよ腹。なるほどな。どうしよう、このままじゃ間に合わないよ。
なんか間に合わなそうだね。だいぶなんかそんな感じに見えるけど。大丈夫か？これなんか動かすつもりなのかな？モニターかこれ。モニターとかあんのかこの世界。ないと思ったんだけど、テレビとか。なんか、モニターに映しそうな感じだな。あ、そう楽しみだな、じゃあ。あ、やべ、進んじゃった。なるほど。それはいいアイデアですよ。さすが学園長、冴えてますね。おだてても何も出んよ。それではリストの方は君に任せても構わないかね。はい、任せてください。失礼します。いや入ってたよ、完全に先に入ってたよ。リスト、すみません、新しい魔法か。まだお話し中でしたか？いやいや、ちょうど終わったところだよ。実はな。学園長、喋っちゃダメですってば。なんか知り合いがいっぱい来るみたいな。明日の楽しみが減っちゃうじゃないですか。ん？なんなの？あからさまに怪しいわね。ジルったら、また何か企んでいるの？それは明日のお楽しみよ。それよりどうしたの？ひょっとして私に用？いや交通事故なんですけど、入っちゃった、つい。ええ、実は進むと思ってなかった。明日の景気づけを兼ねて食堂で夕食会をすることを説明した。あら、いいじゃない。それじゃあ明日の学園祭の成功を祈って騒ぐとしますか。パーッとやりましょう。パーッとあまり羽目を外して明日に差し障りがないようにな。はい、それじゃあジル、食堂に行こっか。うん、行きましょう。あー、進んじゃうか。これ食堂行くと進んじゃうのか。変わってる？話は変わってる。ちょっとリロードしていい？ごめんね、ちょっとリロードします。今の不意の事故で入っちゃった。進むと思ってなかったから。学祭の準備に夢中になって食事を抜いてやしないだろうね。あんたたちくらいの子は栄養をちゃんと取らなきゃダメだよ。もうね、体の成長が遅れちゃうね。ジル、あ、ロジックか。あら、ロジックさん、まだ展示発表の調査を続けているんですか？らしいね。うん、もう一息というところなんだが、研究の最終的な裏付けに必要な資料が見つからなくてね。まあ、それは困りましたね。ルーアン経済史という三巻セットの古い本でね。買ってこいって言ってる。どうも資料室から持ち出されているようなんだ。これクエストかな。校内のどこかで見かけなかったかね。いや、ちょっと気づかなかったわね。そうか、しかしどこかにきっとあるはずなんだ。レンタルされてんのか。もし見つけたらぜひ教えてくれたまえ。ええ、わかりました。はい、見つけたら必ず教えに来ますよ。ほう、研究発表裏ルー、もし見どっかにあんのか。じゃあ、男子寮とかにありそうね、イメージ的には。え、いやそんな無造作に置いとかないでよ。なそんな無造作なの。そんな無造作なんですか。男子ロッカー、じゃあ女子ロッカーにもあるんじゃないの。そういうんじゃないの。ウィオラ先生は確かに美人だ。よしよって何話してんの。秘策で飾らないところもポイントが高いと言えるだろう。だが俺はミリア先生の冷たいフレームの奥に隠れた素顔にもときめきを感じずにはいられないんだ。おい、やばいぞ。女子やめろ、聞いちゃいけない話だ。女子は聞いちゃいけない話だ。やっぱりメガネの似合うクールな大人の女性っていいよな。ジルちゃんのこと言ってんのか。まあ、あえて異論を差し挟むつもりはないけど。女子、やめて、やめて君立てるの。でも、それを言うんだったら、ジルさんはどうなんだい。よしは行くね。別に、メガネをかけてればいいってわけじゃないんだよ。やっぱり、大人の魅力がなくちゃな。ちょっと焦ってる？だから、ありえないっての。女子やめて。女子席を取るとか言って何の話をしているんだか。男の話してんだよ。全く男ってのは仕方ないわね。ガールズトークしてるくせにお前らが言うな。ヨシアさんでもこういう話をするんですね。ちょっと意外な気がします。そういうヨシアこそ、エステルとどこまで行ってるんだ。どこまで行ってんだ。一緒に寝るとこまでだよ。まさか行き継ぐところまで行ってるとか。世界のエステルの果てまで行ってんだよ。エステルの果てまで。あいにくだけど君の想像してることは何もないよ。なんて言ったらいいのか、とにかくそういう関係じゃないんだ。残念だけど。へえ、
そうなのか。これいいカップルだと思ったんだけど、ハンスがエステルちゃんを狙うっていう展開が起こって、ヨシワがめっちゃ挙動って動揺するっていう展開起こったりしないかな。だったら思い切ってクローゼにアタックしてみちゃどうだ。練習でも息がぴったりだったし、結構お似合いだと思うけどな。キス練してんのかな。キス練ってしたのかな。練習だと、練習でキスはしたのかな。どうかな。何を言ってるんだか。キスあんのかな。というか学園長室に行こっか。このタイミングでしか見れないやつですね。ジルを迎えに行きましょう。お邪魔しちゃ悪いですね。頬染めてるクローゼちゃんが珍しい。そっか、ダメなのか。ダメ。よしは経済なんちゃらボン欲しいんだけどさ。よしはダメか。ダメか。そっか、よかったよかった。なんかリロードしてよかったな、これは。お、やっぱなんか怒ったね。こんにちは。ちくしょう、全く何だってんだよ。ま、魔獣かな、この感じは。なんだろう。さあ、なんでしょう。ただならぬ様子ですけど。おい。ねえ、どうした？どうかしたの？何か怖いものでも見たのか？おい。扉の前に立たない方がいいぜ。突進系？いつ化け物が飛び出てくるかわからないからな。受け止めるさ、その程度。化け物ですって？この建物の中に魔獣がいるってこと？ああ、そうさ。あ、そういうことなの？でっけえのがうじゃうじゃいたぜ。この古い建物は学園の昔の校舎なんです。でも普段は入り口に鍵がかけられているはずですけど。エフォート先生に鍵を借りてきたんだよ。だよね、お前か借りたの。校舎は準備でうるせえからな。静かなところで休もうと思ってよ。お前あれか、食堂にいたやつか。静かなところで休むって、あんたそれってただのサボりじゃない。エステルちゃんが言うな。エステルちゃんが言っちゃいけないことだ。結構いつもサボってんじゃないの。準備なんてだるいんだよ。釣りしてんじゃない。やりたいやつがやればいいだろう。何よその態度は。みんな頑張ってる時によくそんな勝手なこと言えるわね。エステルちゃんはあれだね、女子を代表して男子と喧嘩するタイプだもんな。なんか女子軍団のボスみたいなとこあるもんな。まあまあエステルさん、今はそんなことより魔獣の話を確かめないと。女子派閥のボスだな。あった、そうだったわね。 BGM がなんかコミカルね。確かにその話が本当なら放っておくわけにはいかないわ。明日は学園祭ですし、まあ、外からね、ダイヤモンドダスト、北へダイヤモンドダストを打ち込めばいいんじゃないの。でも俺たちじゃどうしようもないな。とにかく俺は鍵を返しがてらエフォート先生に知らせてくるぜ。マジで危ないからな、入り口に近づくんじゃないぞ。いや鍵閉めてから行けよ。鍵がだって呼んでくるにしても鍵閉めてから行けよ。開けっぱなしで行くのはおかしいだろ。じゃあミカ、なんかあいつから逃げたな。待てよ。へい、待てよ、お前逃げんなよ。二人しかいないからな。あー、ダンス踊ってる、ダンス踊ってる。個人情報開示。あっさりだったわ。ラップスパイダー。ま、なんかリズム刻んでるけどさ。暗闇に潜む雲の魔獣。牙には強い毒性があり、動きもかなり素早い。柔らかかったな、今。あ、倒れない。あ、ん？お強いお方ですこと。任せて。回復してないですか？どういうことですか？こんなはずじゃ。任せて。はずじゃなかった。それやめて。ダイヤモンドダスト鍛え。2体凍った。あれ、ちょ、あれ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 、任せて。なしね。ちょ待って、ちょ待って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 。あれ？あれ？こんなに、任せて。こんなに世界とは広いものなのかしら。オッケー、あ、なんかいけるやん。攻撃こそ最大の防御ということだ。こんな雑魚がいっぱいいんの、マジ勘弁なんだけど。ちょっと待って、なんか難しくなりすぎなんだよな、なんか。気絶させてバックアタック食らったわけじゃなくて、バックアタックしてあのレベルだもんな。化け物しかいねえよ、ほんとに。なんだよ、あーお互いに怖がってる。旧校舎か。あら、広い。倒れてるわ。ボロボロやね。やめてよ。ああ、なんで、
なんで置いてあるんだ宝箱は。どういうことなの、どういうことなの、誰が置いてて誰が仕込んだのね、これこれはおかしいでしょ。まあ、他のフィールドでもおかしいけど、ね、宝箱あるのはおかしいけど、ね、特に経済本があるわけでもないじゃないわな。こんな牢獄みたいな、牢屋みたいなあれなの。別に何もいないけどな、ザコしかいないけどな。大型っつってたもんな。こっちか。あ、なんか大変そう。あ、職員室か。当時の。え？あー、なんかありそう。ここら辺にないの。もう、ダメだ。あいつが来る。俺はもうダメだ。これを呼んでる奴がいたら、逃げてくれ。っていう、そういう、旧校舎で一体何があった？旧校舎。コリュウ、レア様、レア、ダーナちゃんかこれ。ダーナちゃんじゃん。ダーナちゃん、久しぶり。ダーナちゃん、おひさー。これなんでここに鎮座してんの、なんなんそれ。ダーナちゃんか。確かにな、この、これを動かした先に、小道があるあたり、ダーナちゃんっぽいな。自分の部屋に抜け道作ってるあたり、ダーナちゃんっぽいからな。やはりダーナちゃんか。すべての黒幕はダーナか。やつが与えたラクリモサか。 IP チャージだ、結構美味しい。いい茶だけ。ダーナちゃん隠し持っていたお茶かな、エタニア時代のお茶かな。なんか別に何もいないんだけど、何もいないんですけど。あいつこの雲が、まあ、普通の雲より大きいわな。それ化け物だという判断をしたのかな。ん、先生のとこ行けばいいってことか？